はい、皆さんこんにちは。タクシーチャンネル健太です。本日はこちらですね、旅行に行けるのかっていうところで、まあタクシードライバーの休日の取り方とか休日の過ごし方、まあ、あとですね、育休とかその有給とかそういうところについて、実際のその運用されているものをベースにお話ししていきたいと思います。はい、まずはですね、このタイトルの回収です。旅行に行けるのかっていうところは、実はこれ会社によるんですよ。で、どの程度の旅行かっていうところもあります。例えば1泊2日、2泊3日程度の国内旅行であれば、多分どの会社でも行けると思います。ただ1週間とか1週間半ぐらい使った海外旅行とか、まあ、かなり遠くのですね、まあ、国内でも沖縄とか国内でも北海道とか、まあ、帰省、ゆっくり帰省してその実家でのんびり過ごすみたいなところは、正直会社によるという感じなんですよ。ちなみに私の会社だと、シフトをずらしてですね、休みを固めて、あと有給ですね。有給を、まあ、紙で書けばポンってやれば、そのまま、自動的というか、機械的に有給が使えるので、それを使うと1週間半ぐらいは全然休めるのかなと思います。私もですね、しょっちゅうではないですけど、まあ、1週間ぐらいでしたら、こう、ガッチって固めて休み取ってますし、その方が、やっぱその、旅行も行ける、気持ちのリフレッシュもありますけど、体がね、結構楽になるんですよね。いつもやっぱ同じ体勢でこうやって運転してるから、そのいくらこう運動したり、そのなんだ、姿勢に気をつけても、やっぱこの辺とかね、結構凝ってくるんですよね。その凝りがね、なくなる感じがすごいするんですよ。3日以上とか、やっぱ1週間ぐらい休むと。だそういうのを結構その、なんだ、4ヶ月に1回とか、それぐらい四半期に1回ぐらいは、まあ、入れてもいいのかなって思ってます。はい。で、この辺ですね。休みの、その、取り方とか、シフトの組み方とか、こういうところは会社にかなりよるところがあります。例えば、シフトの組み方ですね。シフトは、大体ですね、どこの会社もそうなんですが、次月度のシフトが、週間、2週間ぐらい前に、次月度のシフトが、こう、ポンって出てくるんですよ、紙で。その通りに、まあ、働くような会社が多いです。で、どうしても休みたいときは、その、ここ、すいません、休みたいに変えてもらえますかっていう感じで、こう、ちょっとずらして、変えていくっていう。ところが多いですね。私の会社はもう紙で書いて、パッて出せば、通るので、まずそういう感じです。はい、次は有給ですね。有給は入社後、半年で多分10日付与される。まあ最低ですけど、最低そういう風に決まってるんですよ、労働法で。だそういう風に付与されるところが多いです。なので、最初の半年間は使えなかったりしますね、有給は。で半年終わると、まあその、有給10日間付与されて、その10日が使えるようになるといった感じです。で、この有給の取り方についても、まあ、会社によってそれぞれあると思うんですが、おそらく口頭で言ったり、まあ、ちょっとした紙に書いて、その理由とか、ハンコとか、まあ、そういう感じでやって、ポンって出すような感じになると思います。で、この辺はですね、もう国とか、その、世の中がそういう使うよねっていう流れになってるので、あんまり使わないでくれって言われることはないと思いますし、その車の配車の関係で今日はちょっと有給使わないでくれって、それもちょっと意味がわからない感じなんですよね。なので、あんまりそういう有給が使いにくいような雰囲気の会社っていうのはあんまり良くないのかなって正直思います。はい、次に年末年始のことです。年末年始とかお盆休み、ゴールデンウィーク休みっていうのはこの業界ありません。360日タクシーが動くっていう、まあものがあるので、なのでそのあたりを休みたいと思ったら、やっぱりそのシフトをずらして休みを取るか、有給を使うかというとこしかなくなってくるんですよ。なので、その辺で、やっぱ帰りたい人とかは、有給を残しておくっていうのも一つの手だと思いますし、まあその時期休みたいから、その前の月の繁忙期、例えば年末年始だったら、10月、11月、結構繁忙期なんですよ。なので、そこで少し、例えばいつもより多めに、12勤務が13勤務だったり、11勤務の人は12勤務だったりして、その分ですね、その年末年始に2出番分減らす。まあそういった使い方がいいのかなと思います。はい。で、次はですね、育休、産休とか、まあそういうとこですね。まあ女性が結構この業界少ないので、まああんまりその女性の産休とかに関してはあんまりその事例がないんですけど、育休これから全然取れるようになると思います。まあ国がそういう制度をしてるので、ね、取れるようになると思います。うちの会社も全然多分言えば取れるようになると思います。でですね、介護とか、そういう、まあ育休もそうですけど、その傷病とかで休む方、っていうのは全然いるんですよ。なので、なんか何かあったら本当に辛いんで、相談できるような会社の方がすごくいいと思うんですよ。例えばちょっと本当に腰が痛くってとかっていうのも、業務で腰が痛くなったとか、まあ、例えば追突されて腰がずっと痛いとかっていうのはもう絶対傷病なんで、そういうのを我慢しないで会社に相談すると、会社って別にそれ国からお金もらってるんで全然大丈夫なんですよ。なので、まあ、相談しやすい環境ってことですね。それがすごくまあ大事なのかなと
思います。で、相談できれば会社もやっぱりその対応してくれますし、その従業員がやっぱ長く働けるように作られてる、まあ、保険制度だったりするんですよ。その傷病手当とかっていうのは休みながらっていう。まあ、育休も産休もそうですよね。じゃあそれはしっかり使うようにしてください。嫌がられるとかそういうのは全然ないので。これからの労働者はそういうのをまあ我慢して使わないっていうよりも、やっぱり自分がその、長く健康で働けるためにそういうのをしっかり言える。なんか相談することができるっていうのは、その労働組合が結構弱くなってきた、まあ昨今の業界とか、その世の中全般においてすごく大切なことだなと思っています。まあ仲間がいるとね、そういうのも横で相談できたりもしますんで、私はさ、こういうふうに、内勤の時に言ったんだけど、こういうふうに言い返されたんだけど、これって大丈夫なことなのって、同僚とか、その周りのドライバー仲間に聞けるっていうのも一つ大事なことですね。はい、本日は旅行に行けるのかというタイトルで、休日についてですね、タクシードライバーの休日についてお話ししていきました。海外旅行は会社による。で、国内旅行の2、3日とかは全然どこでも行けることができますっていうところでした。引き続きですね、タクシーについての情報を発信していきます。確実勤務とかですね、あとは月収いくらとか、いい会社、悪い会社とか、タクシーの稼ぎ方について発信しています。よかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。で、私、ツイッターで無料転職相談を行っているんですが、まあ私ね、こうやって YouTube とかノートとか書いてて、わりかしそのなんだろうな、コンテンツありきみたいなところで多分見られてる方も結構いるのかなと思うんですけど、オフラインとかあって相談乗るっていうことの、その自分が好きなこともありますし、すごく効果が高いなって思うんですよ。その、あって、面を向かってこう話すことの効果役に立ってる感みたいなのがすごく高いと思ってるんですよ。なので、まあ、引き続きですね、こういうコンテンツの発信も含めですが、そのオフライン、実際会って転職をした方が2年後、3年後に、いや、あの転職本当に良かったわって思ってもらえるような、アドバイスとか相談を、積極的に行っていく予定です。今までもですね、少なくない人数の方とお会いしています。これからもです、私の時間の許す限り、そういった相談には応じていきたいと思っているので、よかったらツイッターの方も見てみてください。それではですね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。タクシーチャンネル、ケンタでした。